アットホームプレゼンツ明日への扉。奈良時代に編纂された、現存する我が国最古の歌集万葉集、その中にこんな歌がある。青によし奈良の都は咲く花の、仁王がごとく今盛りなり。奈良の都はまるで花が咲き乱れるように盛んな様子を歌った一節。冒頭の青によしは奈良を表す枕言葉で、実に多くの意味を含む言葉とされ、一説では奈良の良質な土を指しているとも言われている。良質な土に恵まれた土地奈良で受け継がれてきた焼き物がある。それが赤肌焼き。その名前の由来は土の色にある。赤肌焼きはもともと奈良市にある赤肌山の土を使って作られていた。赤みがあり人の肌の色と似ていたことから赤肌の名がついたと言われている。赤肌焼きの名が歴史に登場したのは440年前の戦国時代。大和郡山の城主で豊臣秀吉の弟秀長が尾張の国の常滑から刀工を招き窯を築いたのが赤肌焼きの始まりとされる。その後赤肌焼きは秀吉や家康に仕えた大名茶人小堀遠州が指導した遠州七釜の一つに数えられ、多くの茶人を魅了する焼き物になった。そんな赤肌焼きの特徴は赤みを帯びた土のほか、乳白色で美しい萩釉と奈良絵と呼ばれる絵付けだが、作り手によってその解釈や作風は異なり、今では窯元や作家たちが多種多様な赤肌焼きを生み出している。そんな赤肌焼きの伝統を受け継ぎ、自らの作風を広げるべく修行を重ねる姉妹がいる。赤肌焼き陶芸作家大塩真奈26歳、そして姉の大塩穂紗奈28歳。父が開いた窯元で研鑽を積み、独自の赤肌焼きを生み出そうと日々切磋琢磨している。何百年とか経って、まあ焼き物って腐らないんで、こう出土したりとかするじゃないですか。でその時になんか、おなんかこの作家面白いの作ってたんやなみたいな言われたいな。赤肌焼きの習いとその自分の得意な幾何学の模様が組み合わさったら面白いかなっていうのを思っていて、そのデザインをこう毎日こうでもないああでもないって思いながら描いたりとかしています。伝統という土台の上に赤肌焼きの新しい姿を追い求める彼女たちを追った。奈良県の中央に位置する下市町、周囲を豊かな緑に囲まれた人口4500人の町。町の山沿いに姉妹の父忠さんが開いた窯元大塩忠窯がある。姉妹の父であり師匠の
大塩忠さん。400年の伝統を誇る赤肌焼きの有名窯元の一つ、大塩政三度窯から独立。現在は二人の娘と共に土と向き合っている。僕今はずっと両方一人でやってきたもんやから、すごくもありがたいですね。はい。主に成形を行う妹のマナさん、そして絵付けを行うのが姉のホサナさん。親子3人それぞれが赤肌焼きの伝統を受け継いでいる。幼い頃の姉妹は陶芸にはあまり関心がなかったという。しかし美術には関心があったため、共に高校の美術科を卒業。その後は別の学科を専攻する。高校出た後は、短大に入って、まあ、芸大だったんですけど、そこで、クラフト工芸デザインコースっていうところで、彫金とかを学んでました。進学しようとしてたあのところが2年生の短大やったんで、ちょっと一回陶芸やってみようかなみたいな、そういう軽い気持ちで陶芸を専攻して、そこからちゃんと陶芸を勉強するようになったっていう。妹のマナさんは短大の講師を務める父忠さんのもとで初めて本格的に陶芸を学んだ。一方姉のホサナさんは短大卒業後京都へ。父がこうふとあのこれ陶芸のなんか絵付け専門の学校あるけど行ってみひんみたいなことを言われて、あめっちゃ楽しそうと思って、もう全然その陶芸とかやるつもりなかったんですけど絵付け学びました。今回そんな大塩姉妹が手掛けるのは旅茶碗。茶道の陶器としてはもちろん、普段使いとしても使え、大塩忠釜の一番人気だ。旅茶碗の由来がそもそも旅に持って出る茶碗というので、それ一つで何でも応用できますよっていうことで、それでご飯食べたりとかお茶を飲んだりとかするようなお茶碗。旅が流行った江戸時代、旅先でも茶が楽しめるように抹茶碗より小ぶりで重ねて持ち運びできるのが特徴。まずは粘土を練る荒練り。一回こう全体を練って硬さとか調節するっていう感じですね。硬い場合は水を足し、柔らかい場合は練り込み水分を飛ばす。土を自分好みに調整し扱いやすくする。自分は結構なんか筋力とかない方なんで、ちょっと柔らかめの方が土殺しとかしやすいんで、若干柔らかいかなぐらいが好きなんですけど。粘土に空気が残っていると焼いた際にひびが入るため、それを防止するための菊練りを行い、ろくろで作業をするために粘土をまとめる。でこの粘土で水引きしていきます。水引きとは水を手につけて滑りを良くし、ろくろの粘土を成形すること。ろくろの中心に粘土を配置し、そのまま何度か粘土の形を変えていく。これは土殺しって言って、粘土の粒子を整えるっていうのと、残ってる空気を抜くのにこう何回も上げたり下げたりしてやるんですけど、粘土の上部を指でへこませ、作りたい大きさに形を整える。次に厚みを整えていく。
トンボと呼ばれる手作りの道具で直径を確認。旅茶碗は重ねて持ち歩けるように器の大きさをある程度揃える必要があるためだ。で、まあ、だいたいできたら今度これ団子って呼んでるんですけど、これで土をちょっと締めて、あとのヘラを当てるために大まかな形をこっちで先に作っておくみたいな感じです。こうして器の内側を締めていく。内側の仕上げは別の道具で。団子はここが丸くなってて、でこれで土をグッて締めるんですけど、こっちはこうちょっとなんか刃物みたいな尖ってて、でこれでこの形を中の形をきれいに出して、でちょっとこの泥とかも取ってっていう。ヘラを使い内側を仕上げていく。最後に一応茶だまり作らないといけなくて、こういうぐるっとこう、まあ、お抹茶だと飲んだ後にここにちょっとお茶がたまるような渦を作って、ろくろの回転を調節し指で茶だまりをつける。ここにたまったお茶が茶碗の景色を作る。大きさを揃えるため旅茶碗は同時に複数作る。そしてゆっくりと数日間自然乾燥。3日後乾燥を終えた器を取り出し次の工程へ。シッタをまずセットして、その上に乗せて底を削っていきます。シッタという粘土でできた土台をろくろに乗せてろくろと固定する。シッタはその名の通り濡れているため、この上に器を乗せると摩擦が起き器が固定されるのだ。まず器の高さを揃えるため印をつける。よいしょ。全部この高さになるように同じように毎回つけていくっていう感じです。ろくろの中心になるように調節し、帯ガンナというカンナを使い削り取っていく。削るとさっき傷つけたとこがこう出てくるんで、これ以上削らないようにだけ気をつけて高さを出すっていう感じになります。高さが決まったら続いて器の外側、カンナを動かし外側を滑らかに仕上げていく。続いて器の底の高台作り、赤肌焼きの特徴を表す重要なポイントの一つ。まずは内側、決められた深さまで内側を削り、形の違うカンナで高台の内側にカーブをつけていく。高台の内側、大塩正釜では
渦を巻くように仕上げる。そして旅茶碗の特徴である太い刻み模様を入れる。旅茶碗はこういう定番の形っていうのがあるんですけど、花びら5枚っていうのと、あとカンナ目をザクザク大胆に入れていくっていう。さらにろくろ成形で整った口をわざと波打つように大胆に削り、素朴さを出していく。濡れた鹿の皮で角を丸めると旅茶碗の形が出来上がる。このあと器に一度火を入れる素焼き。電気釜を使いおよそ800度の温度で8時間。翌日、素焼きを終えた器には赤肌焼きの土の特徴である赤みが。素焼き後の旅茶碗を工房の外でヤスリがけ、全体を滑らかにすることでこの後の工程である釉薬が乗りやすいように仕上げる。続いて赤肌焼きの大きな特徴でもある釉がけ。実は赤肌焼きにおいて器にかける釉薬の色に決まりはない。これは江戸時代末期に活躍した赤肌焼き中高の祖奥田木伯が全国の窯元を巡り、あらゆる技法や釉薬を用いたことから始まったとされ、その中でも柔らかい乳白色の萩釉が赤肌焼きの基本的な釉薬とされている。これは萩釉っていう釉薬なんですけど、まあ、いわゆる赤肌焼きの伝統的な乳白色の釉薬になる。かける前はめちゃ黒いんですけど、これが乳白色になります。焼いたらいよいよ釉がけ。まず器の中に釉薬を満たし、再び釉薬の中へ。高台のところは土肌を残す。そして雫を落とす。すると釉薬はすぐに素焼きの土に吸収され、あっという間に乾いていく。雫がなくなったら釉がけは完了。釉薬が乾いたら続いて本焼き。1200度の温度で18時間かけ焼いていく。2日後、窯の中には乳白色に輝く器の姿が。耳を澄ますと器がきれいな音を奏でる。これは釉薬と土の収縮率の違いでひびが入る時になる貫入音。ここからは絵付け師である姉の穂沙奈さんにバトンタッチ。絵付けは下絵付けと上絵付けがあって、この釉薬を、これはまあ完成してるんで、これの上に描くのが上絵付けで、この釉薬をかける前に絵付けをして、で釉薬をかけて焼くっていうのが下絵付けになります。赤肌焼きの伝統的な技法が釉薬の上に描く奈良絵。奈良絵の起源についていくつもの説がある。東大寺の奈良の大仏が座る蓮台、
その蓮弁に描かれた絵が奈良絵の元になっているという説。また主に室町時代に描かれたおとぎ草紙の挿絵が元になっているという説も。それらを奥田黙白が描き現在の奈良絵の元になったとも言われている。ろくろを回転させ中心を決める。すると赤い線を描いた。さらにもう一本、この上下の線は絵巻物の天地を表しているとも言われる。次は骨書きっていう工程です。簡単に言うと枠取りみたいな感じですね。アウトラインみたいなのを書いていく。下書きなしで直接線を描いていく。その絵はまるでおとぎ草紙の絵のようにシンプルでかつ可愛らしい絵柄。骨書きを終えたら色付け。描かれるのは奈良にちなんだ風景や動物。緑色で描く三角は大和三山。赤で描く動物は東大寺の鹿。一筆一筆使い手を思い筆を走らせる。そして奈良に伝わる伝統的な赤肌焼き、その代表的な器旅茶碗。乳白色の萩釉、そして見どころである高台には赤肌焼きの名の由来でもある赤い土肌を残している。そこに描かれた奈良絵は奈良の歴史と風土、人々の営みを映している。優しく温かみのある器はその昔旅人の疲れを癒してきた。だが大塩姉妹が制作するのは伝統的な作品だけではない。この日マナさんが作っているのはグループ展示会用の新作のオブジェ。そのモチーフはよく骨骨格は結構よく参考にさせていただくんですけど、手羽先をちょっとデッサンしてみて、なんか手羽先いいなと思って。マナさんが目指すのは伝統技能と赤肌焼きの未来が交差する新たな作品。自らのイメージを形に変えていく。2週間後、マナさんオリジナルの新作オブジェが完成。従来の赤肌焼きにはない新たな作品だ。そして姉の穂沙奈さんは新たな表現で作品に命を与える。多面体の造形に幾何学的模様、姉妹はお互い刺激し合いながらそれぞれが新たな赤肌焼きの未来を描く。この日姉妹が揃って訪れたのは奈良市の工芸館。赤肌焼き中興の祖奥田黙白の展示会を見るためだ。
これしかも結構なんか線だけで穂さんが気に入ったのは素朴な線画の茶碗。その感じがいいな。めっちゃさらっと 手から生み出された感じがする。マナさんは富士が描かれた茶碗に魅せられた。こういうのできるようになりたいですね。いにしえの赤肌焼きから新たな刺激を受けた。400年の歴史を持つ赤肌焼きの伝統を守りつつ、新たな作品を生み出し続けている姉妹が開く明日への扉とは。伝統は伝統の感じでいいし、作家性のあるものは作家性のあるもので、一生懸命やっていったらいつかどこかでなんか融合してすごいのが生まれたりするんじゃないかなぐらいの気持ちでいるので、なんかどっちも大事にしてたらいつかいいのができるだろうと思っている。そんな感じです。まあ、ずっと絵付けをやってきて、で作るのも手びねりとかそういうたたらの技法が多いので、まあ、ろくろ成形したものっていうのもこれから先作っていけるようになりたいなっていうことで今練習中です。赤肌焼きの未来を見据える姉妹は明日への扉を開け、また一歩夢に近づく。